やっと動画を撮ることができた。で、今回はね、オスタリユーシーさんを攻略したいと思います。なんか前みたいに1日に必ず1本動画投稿するっていうペースじゃなくなったけど、なんかね、忙しくて、まあ、動画撮ってはあるんだけど、毎日投稿してたら撮りための分がなくなっちゃうからさ、あえて間を空いて、間を空けて投稿してるんだよね。いや、話したいことがさ、いっぱいあるんだよね、私自身。いや、そんなにいっぱいないか。2個ある。あのね、ちょっと面白かったんだけど、バイト先に、ファーストフード店なんだけど、バイト先にさ、みんな魔法少女マドカマギカってアニメ知ってるかな？2011年に放送された結構社会問題じゃないけど、結構反響を呼んだアニメなんだけど、それの主人公がの女、マドカちゃんっていう女の子が着てる服があるんだよね。その魔法少女に変身するときに、なんかそのコスチュームみたいなピンク色のふわふわのゴスロリの服があるんだけど、まあ調べてもらえればわかるんだけどさ、それよりもふわふわのピンクがかったドレスっていうの、ワンピース、ゴスロリっていうの、それを着てて、で、真っ赤なブーツを、膝の上くらいまである真っ赤なブーツ履いて、で、ちゃんとピンク色のウィッグをつけた、身長180センチくらいのおっさんがね、バイト先に来たことがあって、いや、もうゾッとしたよね、あれ。もう本当に、本当にびっくりしてさ。ただでさえ女の人がそういう格好してても結構見られるじゃん、白い目で。まあ若い子だったらそうでもないのかもしんないし、原宿とか渋谷に行けばそういう人いっぱいいるかもしんないけどさ、うちそこまで都会でもないし、おっさんだよ、おっさんがそういう格好してる時点でもううわーって なるじゃん。しかもなんかコスプレしてるんだったら、その顔とかも結構コスプレイヤーさんって男でも綺麗な人っているじゃん、顔だけまんまおっさんだったんだよね。すごいびっくりして、で、私は注文を受ける係じゃなかったからさ、注文を受ける係じゃなかったか、遠くで見てたんだけど、その注文を受けてる女子大生が、本当に必死に顔で、あ、顔じゃない、笑いを必死にこらえる顔をしてて、あ、もう、やばい、まだ話してない、まだ話してないんだけど、その顔がね、プルプル震えてて、なんかその、ちょっとピークが過ぎ去った後に、よく笑いこらえたよねって結構みんなでその子を褒めてたりしてて、いや、あれはね、本当にね、みんなに見せたかったよ。その後に、その私の知り合い物知りな人がいるんだけど、そのこと話したらさ、この公共の場でコスプレするのって禁止されてるんだって。私その時初めて知ったけど、やっぱ私みたいにびっくりする人が出てくるし、結構迷惑かかっちゃうから、コスプレ会場とかでもそういう張り紙がちゃんとしてあるんだって。なんかその他の場所以外では着替えないでくださいみたいな。ちゃんと私もそういうイベントとかに行ったことないからよくわかんないけど、そのコスプレ会場以外で、みんなコスプレ会場に来てからやっと着替えるんだって。へーって思うよね。いや、もうあの人またお店来たらもうみんなで笑っちゃうわよ。メガネ、わーわー、普通にわ、なんかもうゾッとしてるわ私。あ、おしゃりさん。ああ、お嬢ちゃん、なんか俺に言おうか。お嬢ちゃんって、倉庫を調べるんですよね、手伝います。そら助かるわ、ありがとうな。いいえ、絶対変態だよねこいつ。なんでこんな変態っていうイメージついちゃったんだろう。なんや、ぐちゃぐちゃやな、整理されてませんね。まあ、ぐちってもしゃあない、やろうか。はい、俺はこっちの棚見るから、自分はそこの棚調べといて。うん、わかりました。大阪の人だっけ。これも空き箱か、空き箱が多いな。なんかあったか。いや、何も、まだ何も。あ、なんや、見つけたみたいやな。はい、箱の中に調味料がありました。どれどれ、ほんまや、結構日付も新しいな。
塩、砂糖、醤油、味噌、ソース、マヨネーズ、みりん、胡椒、唐辛子、お酢。結構あるな。これ何や。あ、それはシナモンです。ああ、あのシナモンティーに入れるスティックか。こんなもんまであるんやな。シナモン好きな人ってあんまり見たことないけどね。タバスコやオリーブオイル、からしやわさび、ニンニクまでありますよ。量もかなりあるし。あるんだ。もう見つけたな。一本ずつしかないのかなって思った。いえ、ほな報告してこようか。そうだ、コメントで見たけど、やっぱ噂があっても本人がいたら本人のとこにいた方がいいらしいね。分かったわ、分かりました。よし。そうだ、もう一個話したいことあったんだよね。これあんまりいい話じゃないんだけど、同じくそのバイト先でこの間つい最近あったことなんだけど、5歳くらいの男の子がさ、ずっと泣いてるわけ。そのママの腕をつかみながらずっと泣き叫んでるわけよ。それでさ、そのお母さんがずっとスマホいじってるのね。で、最近の親ってなんかうるさいとか言うじゃん、振りほどくじゃん。それすらもしないんだよね。それすらもしなくて、これちょっと続きは後で話すわ。よ、あ、おしたりさん、ちょっといいですか。ああ、ええで。あの、助けっていつ頃来るんでしょうか。助けか。運が良かったら5日くらいで来るんちゃうかな。じゃあ運が悪かったら。自分気にしすぎやで。あんたらが気にしなさすぎなんだよ。え、物事悪い方や悪い方や考えてたらキリがないで。そうですけど。よう言うやろ、コップ半分のジュースでまだ半分かもう半分かって。え、簡単に言うたら気の持ちようや。え、何言ってんの。え、終わり。何今の会話、何言ってんの、よく分かんなかった。あ、そうだ、それ最近の親ってさ、そう、うるさいとか振りほどくじゃん。でもそれすらもしなくて、で、私のところに注文して商品受け取って、お店出る前ずっと子供が泣いてるわけよ。それでね、もうその間一切会話をしなくて、いや、なんかそれも同じくゾッとしたよね。その話お姉ちゃんにしたらさ、その子幽霊なんじゃないのって言ってきて、でも納得するくらいにガン無視してたからさ、親が。いやー、ああいう親にはみんなならないようにね、私もなりたくないわ。そうだ、このゲーム夏だけど、今5月半ばだから、まあ、だいぶ夏に近づいてきてはいるよね。やっぱ夏ってさ、夏の方がなんか切ないよね。なんか未だにその夏影っていう、あれ、お二人がいなくね。夏影っていう、まあ、有名な音楽があるんだけど、それを聴いたりしてる。あ、いないっすね。面白いとこ行こう。面白の眉毛さ、絶対自分で描いてるよね。キリーっとしてる。あ、話したいことを今話しちゃったから、後半話すネタがなくなっちゃったぞ。よいしょ。お一人さん、氷亭の監督の榊さんってどんな方ですか。ん、なんでまたそんなことが聞きたいんや。いいから教えろよ。あ、私たちを船に乗せてくれたり優しい人だと思ってたんですが、向井さんが変人とか言ってたので気になったんです。いや、向井さんも変人だよ。ああ、確かに変人ではあるやろ。え、40過ぎたおっさんが言ってよしとかポーズつけて指示するんやで。中二病が抜けてないのかな。周りから見たらおかしいと思うやろ。そうなんですか。まあ、優しいというより責任感は強いんやろな。ただ
夏の炎天下で試合してる時にスーツで試合見るんはやめてほしいもんやな。見とるだけで汗出るわ。そうなんだ、それは確かに。ちょっと聞きたいんですけど。なんや。おしとりさんってどんな感じのテニスをするんですか？どんな感じ言われてもな、説明しにくいで。まあえて言うなら普通やな。普通ですか？ああ、苦手なプレーはないからな。要するにオールラウンドプレーヤーや。何でもこなせるってことですか？まあそこまで言うたら自慢になるから言わんけど、半分言ってるようなものですよ。あとはゲームを組み立てるんが比較的うまい方やろな。ゲームの組み立てですか？なんかこのヒロインさ、ずっとゲームやってるけど、なんか相手の言葉復唱することぐらいしかやってないよね。ああ、そやからダブルスを組むことが多いんや。あ、向井さんとか。そういうこっちゃな。でも評定でアトベの次に強いのってジロなんだよね。これ公式だけど、押したりではないんだよね。あ、いた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 。勇士の髪型ってどうなってんの？伸びかけ？伸ばしかけっていうの？あ、全然伸びてない。ん？ああ、お嬢ちゃんか。どうしたんですか？探し物ですか？そうやねん、ボールがどっか行ってしもうてな。多分この茂みの中やとは思うんやけど。でしたら私もお手伝いします。そうか、そら助かるわ。お嬢ちゃんはそっちが探してくれるか？お嬢ちゃんって、わかりました。お嬢ちゃんってボールとないな。どや、あったか？いえ、それが。そうか、もうちょっと奥に行ってしまったんかな。私ももう少し先を調べてみますね。すまんな、頼むわ。今はボール貴重やからな。確かに。はい、この辺なら。あ、あった、あった。はい、あ、これサムネにしよっかな。うーん、なんかあんまりインパクトのないサムネだな。爪の色が肌色なんだけど。なんや、お嬢ちゃんも同時に見つけたんか。はい、すみません。ん？なんで謝るんだ。あ、いえ、手が。手がどないかしたんか？あの、そろそろ話してもらえませんか？ああ、すまんな、可愛い手やったから。もうこいつおっさんじゃん。もう週一でキャバクラ通ってるように見えるんだけど。お嬢ちゃん、照れた顔可愛い。やばい、逃げて。ヒロイン、もうからかわないでください。逃げた方がいいよ。すまんすまん、ボール見つけてくれてありがとうな。はあ、なんかもう疲れてきた。そろそろ噂が出始める頃かな。え、日吉って評定だっけ？評定か。あ、でも押したりいるから押したのとこ行こう。あ、押したりさん。ああ、ここお嬢ちゃんかでよくない？押したりさんはどうして山側を選んだんですか？評定なら海側の跡部さんと一緒かなって思うんですけど。それはやな、お嬢ちゃんが山川におったからや。私たちは皆さんが別れた後に分けられているので、その答えはおかしいですよ。おう、なかなか冷静なツッコミやな。目が見開いてる、怖。何か言いたくないわけがあるんですか？それなら無理に聞いてしまってすみませんでした。いや違うで、俺が山川に来た理由は、ガクトが山川に行きたい言うたからや。向井さんと仲がいいんですね。そうやな、あいつは見てて飽きひんな。ふふっ、ふふっ、ふふって。そろそろ昼食の時間よね。昼食か、ちなみに今夕方の4時頃なんだけど。おおおお、そうだ、飛ばしちゃいけないんだった。悩み事でもあるんか？あ、いえ、その拡散でちゅうても大体察しはつくけどな。え？心配やねんやろ。
お父さんのこととか。これ一回ね、うちのお姉ちゃんがクリアしてるからスキップできちゃうんだよね。だから気をつけないと。気持ちはわかるけどな。今は自分のことを考えるんが先や。捜索はしとるんやから、いずれお父さんは見つかるって。はい、俺らも頑張って探してるから、自分は気しっかり持ってな。はい、俺らにできることやったらなんぼでも協力してる。せやからあんまり暗い顔せんとき、せっかくの可愛い顔が台無しやで。あ、いいね、このセリフはいいね。え、元気だしや。ほな、昼飯一緒に食べに行こうか。あのこいつ何歳よ。そうよね、私も頑張らないと。あ、そう、これね、今夕方の4時頃に撮ってるんだけど、もう私さっき起きたから昼食がどうのこうのっていう話聞いて、もうちゃんと昼食食べないとなって思っちゃったわ。朝ごはんですら食べてないんだから。昼食はパンだった。あ、釣り。あ、でもこれは結構、あ、ここにいるメンバーお二人以外全部攻略してるわ。でも釣りイベントは何回も見てるからスキップしてていいよね。うん、うんうん。あー、なんかみんなに報告しないといけないんで、私の恋バナなんかどうでもいいと思うけどさ、あの学校が、学校こないだの学校の時に、その授業始まる前に そいつを下駄箱に呼び出して、今日一緒に帰って、さ、一緒に新宿まで歩いていいって言ったの。そしたらなんかたまたま地元の友達と遊ぶから急いで帰んなきゃって言われたわけ。じゃあ来週はって言ったら、来週ならいいよって言われて、あのね、来週、まあ、つまり今週なんだけど、一緒に帰ることになっちゃった。どうしよう、付き合ってないけど腕とか組んでもいいかな。あ、待って、ちょっと断るわ、すいません。まあちょっと、そうか。本当に残念そうな顔してる。で、その話をいろんな人にしたら、もうさ、それ好きってバレてるよって言われて、まあ、バレてていいんだよ、私の場合。バレてるくらいがちょうどいいからね。よ、あ、待って、電話かかってきた。よいしょ、ごめん、お待たせ、結構な長電話をしていた。暑いですね。そうやな、海に入りたいよな。海に入りたいな、行きたいな。で、私泳げないんだよな。そうですね、体力使うけど気持ちいいと思いますよ。うん、自分水着は持ってきたん？持ってきてますよ。よっしゃ、ならどんなんか当てるで。白のビキニやろ。いや、私は黒のビキニがいいな。それはおしたりさんの趣味でしょう。ええ、ワンセパレートってなんだ。私海入んないからわかんないんだけど。ビキニは私が恥ずかしいから着ないし、普通にワンピースでいいんじゃないかな。中学生だったらビキニはまだ早いと思うけど、ワンピースですよ。うん、なんか自分に似合いそうやな。これは当たってらっしゃる。当たってない。そうですか。ほな、海に行くことがあったらぜひ着てみせてな。お前興奮すんなよ。いや、今回は着る機会はないと思います。ああ、もったいない。うるせえわ。よいしょ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 。あった。おしたりがいないけど、なんか来そうだからちょっとセーブしとくか。ほら、今回名前シャネルです。なんかなんとなく、なんか化粧品ブランドのシャネルが頭をよぎったから、それにしといた。もう名前が思いつかないから適当でいいやって思って。よし、噂くれい。よ、よしくん、ちょっと聞きたいんだけど。ん？なんだよ。おしとりさんってどんな人？そんなの俺に聞かなくてもお前の方がよく知ってるだろ。そんなことないよ、私知らないことが多くて。まあいい、教えてやるよ。あの人はいわば天才だ。富士とどっちが天才？天才？テニスのってこと？ああ、何をやってもあっという間に上達する。人の技だって
簡単に自分のものにするしね。へえ、星谷さんってすごいんだ。すごい睨みつけてくる日吉くん。じゃあ早速お二人に天才なんでしょうって言ってこよう。おい、邪魔すんじゃねえよ。またこいつかよ。あーでもこれはテニスのあれだわ。ああくそ。でもこれ好感度上がんのかな。大きに大きにって大阪弁でなんだっけ、ありがとうって意味だっけ。なんで大きにって言うんだろうね、不思議やわ。あ、ちゃんと説明見てなかった。よし、ほな行こうか。あ、でもなんかなんとなくやったことがあるような。あ、なかなかやで、自分、うん、あー待って、意外と難しい。あ、いいやこれで。あ、ちょちょちょ、コントロール、おい、パワーありすぎじゃない？なかなかやで、自分。普通テニスボールで切り株倒せないよ。ああよかった、うん、やるやん。まだあんの？うまいもんやな。待って、また電話かかってきた。やるやん、大したもんやで自分。あ、自分のレアメダル。自分のはレアなんだ。付き合ってもろて悪かったな。また今度も頼むわ。オッケー。あ、結局噂の話しないで終わっちゃったわ。では今日の結果を報告してくれ。このメンバーってなんかあったっけ。あー待って、なんか気になるけど、ちょっといいぐらいの時間だし、ちょっと終わらせよっかな今日は。今回で間違えた、このくらいで。よし、じゃあ3人ともメガネじゃん。よし、じゃあありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。